どうもロッキーでございますおでごござざいいまますすえー、っとね皆さんあのこれ撮れたてホヤホヤ動画なんだけど俺絶賛生活のリズム狂い中ですいやーもうどうしようこれ皆さんね皆さんあの生活のさリズムね通常はさ朝起きてね で、それで汗飯食って、会社に行って、学校に行ってさ、ね、で、それで一回あの、午前中の授業、仕事が終わって、それで、あの、ランチを食べて、ね、ランチを食べてさ、で、それで、あの、終業時間、ね、を、まあ、試みながら、仕事を勉強して、で、夜仕事終わって、学校終わって、帰るじゃん。 で、夜家帰ってきたら寝るでしょそれが当たり前にできる人って俺すごいと思うさ。でね、俺ね、この昼夜逆転生活っていうのがね、もうね、いつからだこれ。高校1年生中3ぐらいからかなもうずっとそんな感じで、なんでこんな風になるんだろうかってね、ずっとね、あのー、考えもしなかったのこれ <laughs>。考えもしなかったんだけど、 皆さんそういう経験っていうか、今はそういう人いないですかすぐ狂っちゃうっていう。やっぱりね、これね、あれだね、パソコン、スマホが普及しまくったのも原因だよね。原因だし、あとその寝る時間をこう、プシッとこう決めれない人がなっちゃうと思うね、これで、あの、お医者さんとかさ、そういうさ、健康のカウンセラーとかの人が言うのは、よく言うのは、寝る時間っていうか、 起きる時間はプシッと決めろと。起きる時間をね。例えば、ね、じゃあ,あの、今日は早寝だ。じゃあ,あの夜の9時に寝ると。ね、夜の9時に寝ます。だけど、次の日、7時に起きますで、今日夜更かしちゃったな。美女と遊びすぎたな。イケメンと遊びすぎちゃったわ。ね、まあ腹立つよ。まあいいや。あの、それで、 三時までって朝帰りしちゃった。ねで、だけども、ちゃんと七時に起きるのよ、普通の人って。なんでこれできねえだめだろ、俺ななんかそんな経験ないですかねで、あとあのー、今日はもう、あれだから、様々な話してるから。でねあとこの、俺のこの、風呂入んない問題よく聞かれるの質問されるのロッキーさんってなんでそんな風呂入んないですかって。ちなみにこれ風呂入んないで、 今、起きたから、多分、3日目、4日目うん、天然のワックスになったでしょ、これ。これ、別にあれだからね。このテカテカしてるのは別にこれ、ワックスじゃないからね。俺の油だからね、これ。すいません、汚くて。生きててごめんなさい。はい。で <laughs>、これなんだけど、俺もう、超土 A 型なのだけど、一見それは嘘で、O が混じった A なのよ。 めんどくさい風黒が。だけど、綺麗好きなの。その矛盾。ね、神は想像もし破壊もする。破壊をした後に想像もする。うん。俺は神だ。ね。北のロッキー神だと。うん。っていうね、あのー、感じだと思うよ、俺は。うん。あんまり深く、もう、考えないことにしてるもん。汚くたっていいじゃない、別に。 で,それでそれ、それよく言われんのよ。あんまり臭くねえって言われるんだもん、俺。なぜか。ロッキーって風呂入ってねえ、入ってねえって言ってくけど、臭くねえよ、なんて。で、最近香水も降ってないの、実は。うん。なんでだろうね。ちょっと試してみるかよ、これ。あと3日ぐらい風呂入んねえかな俺。